はい、OK。ツイキャスもやります。はい。ライブ。まあ、バイブとか音とかは大丈夫ですか？うん、大丈夫です。はい。はい、ツイキャス始まりました。はい、じゃあお願いします。はい、3、2。ごめん、もう一回。はい。3、2、1。FM ギニワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城の時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラララララのためのラジオ番組でございます。メンヘラララララって言ったけど大丈夫ですかね。はい、メンヘラのためのラジオ番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、はい、夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日メンヘラ城第74回の収録となっております。はい、はい、1月29日になるんですけれども、今日が1月最後の収録となってますね、うん、はい、はい、ただこちら放送日は2月最後の週となってまして、2月26日に放送を本放送は流れております。もう1ヶ月ぐらいもうタイムスリップしてますけれども、タイムスリップ、はい、まあ、でもね、今日も2本撮りするんですけれどもね、実は、はい、今日の収録をもって、うん、一旦なんかこう何回も2本撮りってやってるのは今日で終了かなという。そうかもしれません。はい、2月いっぱいのなんていうのかな、収録しといてねっていうね、2月の分のストックを作っててくださいっていう、うん、お達しがあったので、はい、お達し、FM ギノワンスタッフからのね、お達しがあったから、それはまあなんとかノルマをこなせたかなというところで、はい、はい、やっていきたいんですけども、うん、こちらはね、ちなみに、本放送をお聞きの方でしたら分かるかと思うんですけども、うん、YouTube とかではね流れてないし、ツイキャスでも聞こえないとは思うんだけれども、うん、本日、第74回より、はい、メンヘラ城のオープニング曲が変わっております。実はね、そうなんです、はい、中途半端な時期ではありますけど、74回って中途半端だね。そうそう、本当はね、1月1発目1日の放送から変えようかなんて話したんですけれども、うん、この曲じゃない、あの曲じゃないっていうね、そう、曲選びに時間がかかって、はい、今になったんですけれども、まあすごく忙しかったもんね、年末年始は、うんうんうん、それもありまして、今回の、変更というか、はい、まあ、メンヘラジオセカンドシーズンということで、内容はもう至って変わらないんですけれども、あ、全然変わんない、はい、ちなみにオープニング曲は、うん、アイワナ夢中フィートアスミ&スリーメゾンデの曲ですね、はい、ラムちゃんの曲です。そうそう、あのテレビアニメうるせえやつらのね、新しいやつの、オープニングになってますので、はい、30分短いお時間ですが、最後までよろしくお願いします。メンヘラトーク。はーい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしバンバンお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速ですけれども、はい、本日のメンヘラトーク、トークテーマの方から、読ませていただきたいと思います。はい、はい、本日のトークテーマは、うん、映画、はい、ムービーですね。ムービーか、はい、映画館でとか、まあ、Netflix とか Amazon プライムね、サブスクとかで、うん、まあ、最近見たおすすめの作品ですとか、うん、これまでに見てきた映画の中で、うん、一番好きな思い入れのある作品、あるいは好きな映画のジャンルについて、
まあいろいろあるさね、うん、アクションとかコメディ、あるね、ミステリー、バラード、ホラー、バラード、歌だなそれ、バラード映画って聞いたことある？ファンタジー、そうそう、ファンタジー、ファンタジーとかね、ノンフィクション、ノンフィクション映画もありますし、ミュージカル映画とかもありますしね、うん、はい、まあ好きな映画のジャンルについて話してもいいですし、はい、まあ、逆に苦手な映画のジャンルについてもね話してもいいし、うん、はい、その前にツイキャスが、まあ、あのあれなんですよはい、じゃあツイキャス読んでいただこうかな。ツイキャスをね読みたいんですよ、夏は。はい、はい、どうぞ。はい、沖縄大好きさん、ちら、こんばんは。はい、こんばんは、沖縄大好きさん、いつもありがとう。ペーターさんもモイースって来てます。お、モイース、モイース、はい、ロアさんこんばんは。はい、こんばんは、ロアさん、こんばんは。ペーターさん、はい、メンフェアの、うん、方の、うん、てんてんてん、メンフェアってなんだろう、ん、メンフェアの方のてんてんてんって書いてある。メンフェア、メンフェア、なんだろう、何の造語だろう、なんだろう、はい、じゃあ後で調べてみますロアさん、私が見る映画はアニメばっかりなことに気づきました。お、毎年欠かさず見るのはコナンです。あ、コナンね、でやった、ね、日本撮りってことで。あ、はい、あ、日本撮り結構いいんだね。よろしくお願いいたします。沖縄大好きさん、2月26日のみんな元気、はい、お兄さんとお姉さんも元気ってことで1ヶ月後のみんなに挨拶しとかんとね埼玉の郷さん、はい、健太さん、なっちゃんこんばんは。はい、郷さんこんばんは。なっちゃん髪色抜けたって来てる。抜けましたね。抜けてね、今ピンクシャンプーで色つけてるんだよね。そうそうそう、ピンクシャンプー、今後ろに髪まとめてるから多分ピンクが全部後ろにいってるんだはず。あ、そう、うん、はい、そういうことでした。はい、で、埼玉の郷さん、うん、ラミちゃんの曲ハテナラミレスじゃないですよ、元プロ野球選手のまあないけどラミレスじゃないですよ、あのラムちゃんです。はい、あのうるせえやつらの方ですよ。そうそうそう、うん、あっちもベイスターズってスターつくけどね、ちょっと違うんだよね、うん、ペーターさん、はい、226やバキューン226って読むのかなこれ。はい、ペーターさん226なんですか、ペーターさん暗号ですかさっきから違う、うん、知念聖也さん、健太さん、夏美さん、こんばんは、お元気ですか。はい、元気です、うん、元気です、もう元気あり余って、あのこの後漫画倉庫行きますそうなんだね。埼玉の郷さん、はい、映画やっぱり映画館で見た方が映像画質音質、あ、音質がいいから見に行きますね、うん、子供がいるので、うん、アニメ中心にはなりますが、はい、やはり鬼滅の刃関連は全て見ました、うん、あー、いいね、鬼滅の刃は映画館では見れてないね。いいね、鬼滅の刃、うん、俺の予想でね、多分あの最終的な、うん、あの無限との、無限だったっけ、無限、無限じゃない、なんだっけ、あの大ボス、ほら、天然じゃなくて、ガクトが真似してたやつだ。あ、名前が出てこなくなってるのはもうおじさんだな。あ、とにかくあの大ボスね、大ボスと戦うショー、うん、あそこは多分劇場版でやるん違うかななんて思ってるから、それは見に行こうかな。無惨ですってロアさんが教えてくれました。全然違う、無惨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 です。無限は無限列車の方だったね。無限列車が来て、そう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 、てそうそう面白い、はい、はい、まあこうやってね、うん、ツイキャスでも、映画についてまあどんなことでもいいということなので、うん、まあ楽しみに見たのにさ、あまり面白くなくてがっかりした作品とかもきっとあると思うわけ、うん、うん、あるね、うん、じゃあ今日はその映画について、そうそう、まあ映画であれば、映画というキーワードにまつわるエピソードであれば何でもいいよ、そうそう、映画館で遭遇したマナー悪い客とかさ、うん、まあ映画見るときにさ、やっぱりポップコーンは外せないよとかっていう人もいるだろうし、うん、ナチチロス、うん、逆にね、メンヘラ的な部分で言えば、うん、人混み苦手だから映画館行ってねえよみたいな、うんうん、つぶやきもそういった悲しいエピソードでももちろんいいので、はい、うん、映画についてちょっと今回は日本2週にわたってちょっと話していきたいと思うんですけれども、はい、まあ一応あの何て言うのかな、トークテーマ映画について、うん、募集かけたところ、はい、2通ほどお返事いただいておりますので、はい、読まさせていただきます。はい、はい、まず1つ目、メンヘラネームはアラフォーダイオヤマさんより、アラフォーダイオヤマさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、
夏美さん、健太さん、お疲れ様です。お疲れ様。映画といえばやはり香港映画、ジャッキーチェンやブルースリーも良いですが、うんうん、私は香港ノワールの傑作、うん、インファナルアフェアと男たちのバンカ、この2つをおすすめします。警察やらマフィアやら、うん、復讐と裏切りなど、うん、閉塞感漂う内容ですが、うん、悩みもがきながらも信念を貫く男たちの生き様に心惹かれます。嬉しいことに、うん、Netflix や Amazon プライムなど各種サブスクでも配信されているので、うん、興味を持った方はぜひぜひ。あと老人と海もおすすめよとのことです。あ、老人と海って聞いたことあるね。あ、本当。うん、ある。でちなみに香港ノワールって夏美さんご存知ですか？ノワールってお菓子があるよね。まあまあまあ、なんか香港のなんていうの、お土産品ではないんだけど、香港ノワールっていうのはね、まあ犯罪などを主題にしてさ、うん、映画の 題目というか主題にして、うん、まあ、作品の中で行き場のない閉塞感が漂う映画ジャンルをフィルムノワールっていうんだけど、うん、これの香港映画版と香港ノワールっていう。あ、じゃあちょっとなんか暗い感じなの？そうそうそう、コメディとかと違って。そうね、さっき話されたように犯罪が主題だからさ、あ、復讐とか深刻なやつだ。ちょっとアウトローな感じだよね。あ、アウトローな感じ、うんうん、で、山さんが紹介 してくれたインファナルアフェアだけど、うん、これ多分1作目を見たのかな、うんうん、3部作なんだよ合計で。あ3部作完結でやってて、うん、主演のねトニー・レオンとアンディ・ラウがね、うん、それぞれね警察に潜入したマフィア、うん、とマフィアに潜入した警察官を演じて、うん、その生き様と究極の対決を描いた作品になっているという。自分の本当の素顔は隠して、そう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 、潜入みたいなことして、そうそうそう、お互いに潜入し合ってて、その二人が対峙した時にどういう、うん、どうなるんだろうね、人間ドラマが生まれるのかっていうところだと思うよね。へえ、面白そう、うん、でこれね結構や、まあ、本当に人気だったの、各海外の方でも、うん、香港以外でもね、うん、人気になって、確かハリウッドでも、リメイクされたし、うん、日本でもね、ドラマ、うん、テレビドラマダブルフェイスっていうドラマで、うんうんうん、西島秀俊さんと、うん、香川照之さんがそれぞれ演じて、うん、ダブル主演でね放送されたっていう流れがあります。ドラマにもなってたんだ、全然分かんなかった、はい、面白いよ。俺もなんか多分一作しか見てないんだけど、ワウワウかなんかで見たかな、引きこもってる時に、うんうん、3作目4作目もぜひ見たいなとは思います。続きまして、夏美さんにこちらは読んでもらおうかな、はい、ツイキャス、X の方にいただいたメッセージになっております。はい、こちらですね、お願いします。はい、メンヘラネームてつさん、はい、僕の彼女は地球人、昔見たけれど、見たけどまた見てみたいけど見つからない。あ、そうなんだ。あとは映画館に行ってみたいけど、ここ30年くらい行ったことないって感じ。おお、メンヘラだな。はい、テレビも30年ぐらい DVD しか見たことないんだけど、今さら見る心のパワーがない。おお、メンヘラだな。長い時間見るあれがないっていうのかな。かな。テレビ自体もつけて、なんかテレビから受けるパワーみたいなのが、うんうん、ちょっとなんていうのか、精神的にくるのかな、しんどかったりするのかな。夏美さんもそういうとこあるもんね、うん、夏美さんはテレビで映画とか見たりしますかってこと。はい、夏美さんはどうですか、テレビでロードショーとかたまにやったりするじゃん、うん、そういうのは。夏美さんは、うん、テレビで映画はあんまり見ない。見ない、なんで。見れない。見れない、なんか集中力が続かなかったり。そうね、うん、する。そうだね、うん、集中力が続かないんだ。うん、夏美さん見れてリール動画なら何時間でも見るくせに。それの違いがよくわからないんだけど、じっと見るっていう状況があまり得意じゃないのかもしれないね。そうかもしれない、うんうんうん、アニメとかさ、うん、だったら俺が結構アニメ見るから一緒にこれ見てみようって言って見ることあるじゃん、うん、で1話がだいたい24分ぐらいだから、うん、それはなんか比較的見てるよね。
うん、それそれでも1日1本だよね。1日1本か頑張って2本見て、うん、もう疲れたって、もう次にしようっていう、うん、ケンタさんはもう何時間でもなんなら12話一気見ぐらいしたい派だけどね。わお、すごいね。できるというかね。できるかね。はい、はい、ちなみにあのこのテツさんが、うん、ご紹介いただいた僕の彼女は地球人なんですけれども、はい、これはねこれも面白そうよ。なんかあらすじだけちょっと調べてみたんだけど、うんうん、婚約者の浮気によって落ち込む、うん、地球人の女性の前に現れた3人の宇宙人たちが巻き起こす騒動を描いた SF ラブコメディだそうです。 SF ラブコメディ、そう、まだブレイクする前のジムキャリーも出演している。あ、ジムキャリー出てんだったら面白いわあ、でもブレイク前のね、ジムキャリーさんも出演しているっていう映画で、うんうんうん、はい、多分その30年それこそ結構昔のね、もしかしたら映画なのかもしれないね。そうだね、さんが好きだった映画、うん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 、好きだったっていうか気になってる、また見てみたいなっていうことですね。ないんだ今 ね、 今ね、ないのかな、そっか、はい、ということですね。うん、はい、ケンタさん、ツイキャスの方はどうですか。あ、ツイキャスはね、はい、あ、沖縄大好きさん、はい、あ、映画といえば、はい、機動戦士ガンダムシードフリーダム、うん、気になるっす。見てきたんだよ、だから映画を映画をテーマにしたんだよで、あのね、知念聖也さん、はい、映画は小学生の時以来10年以上行ってないな。あー、そうね、なかなかね、やっぱ映画館高いもんね。なかなかちょっとね、うん、そう、高いからね、ハードルがちょっと高い、うん、はい、で、スラムダンクを見て正解だったっすって、沖縄大好きさん言ってます。あー、俺スラムダンクも見たかったんだけどね、うん、うん、まだやってるんかな。沖縄が舞台のやつやろ。あ、沖縄が舞台なの、スラムダンク。違うの。まあでも宮城亮太がね、一応沖縄出身なのか何なのか分からんけど、沖縄になんか縁があったはず、うん、宮城亮太は。うん、そうそう、それよ、それそれ、うん、ラントさんこんばんは。はい、こんばんは。ラントさんこんばんは。うんと、うんと、ペーターさん、はい、戦前の日本であったクーデター、2月26日に起きた226事件、おお、が、そっか、放送日が226。あ、そうだからか、そっか、そっか、なるほど、なるほど、全然ピンとこなくて、もう無知でね、額がないから、はい、もうそこはしょうがないです。はい、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、どうぞ。今回紹介いたしますのはフレデリックでスパークルダンサーです。どうぞお聴きください。はい、うい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん。あ、でね、あのね、うん、ラントさん、はい、映画ゴールデンカムイ見てきたよって言っとく。あー、ゴールデンカムイ見てきた。どうだったんだろう、実写版。あの山崎賢人がやってる、あれ山崎賢人だった、違ったっけ。いや、俺演じてる俳優さんが誰が演じてるのか分からんけど、実写化されてるってのは、あのゴールデンカムイってこっちにこんなして傷が入ってる人が主人公のやつだよね。フジピの何だったかな。うーん、楽しかったかな。アシリパさん好きよ俺。うーん、アシリパさん、うん、女の子、キャラクターその中に出てくる、アシリパさんじゃなかったかな。うん、沖縄大好きさん、映画といえば、はい、僕の好きなラブライブサンシャイン、うん、ラブライブサンシャインの映画を一人で見に行きましたが、ラスト泣きそうになりました。ぐすんって泣けばいいじゃないか。ラブライブサンシャインも映画化されてるんだ。すごい。ナルトラさん、こんばんは、チラッて来てます。ナルトラさん、こんばんは、ありがとうございます。うん、先日はクリスマスのパーティーの時お世話になりました。そう、クリスマスのパーティーの時ご挨拶させてもらった、はい、ありがとうございます。埼玉の郷さん、ポップコーン、コーラは必須アイテムってそうだね、俺みんなポップコーン頼むと何味派なんだろう。俺絶対キャラメルポップコーン頼むんだよな。塩とキャラメル、塩とキャラメルだと大きいやつ食べたい、うん、で、ロアさん、はい、映画見るときの席は、うん、一番後ろを狙います。あ、そうなんだ。ポップコーンはキャラメルを買って食べます。まあまあまあ、やっぱりキャラメルだよね。キャラメルのあの匂いがたまらんもんね。ね、あれも北海道、あ、北海道じゃないわ北海道がどっから出てきたの映画館の匂いだねって言おうとした。北海道の匂いを、え、どういうこと、わからんわからんわからん。ポップコーンがトウモロコシで、トウモロコシが北海道ってなっちゃったわけよ。だから北海道って言って、そう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 、謎だな。は
はい、沖縄大好きさんから、はい、あ、待って、埼玉の郷さん、はい、アウトローよりアウトレイジだなって来てますよそれこそなんかあのちょっとなんかバキュンバキュンものだよね。そうだよね、沖縄大好きさん、はい、北の映画か、はいはい、そういえば昨日 Amazon プライムでスーパーマリオブラザーズムービー見ました。おう、なんというかマリオの世界観がアレンジされてる部分もありつつオリジナルが残っててめっちゃ面白かったっす、うん、へー面白かったんだ。へー、マリオか、映画してんだ、うん、で沖縄大好きさん、一昨年、うん、映画館で見た仮面ライダーリバイスの映画に、うん、仮面ライダーセンチュリーっていう映画オリジナルキャラクターがいまして、うん、俳優の中尾明さんと古田、うん、新田さんが親子役で出てられまして、うん、2人が一緒に仮面ライダーセンチュリーに変身するシーンは胸熱でした。どういうことこの2人が仮面ライダーになるのだからよ、ちょっと見たいなリバイスの映画には藤岡弘さんの息子藤岡舞人さんが仮面ライダー1号に変身してました。あ、それも胸熱だね。うーん、てな感じですね。はい、じゃあ戻っていきたいと思います。はい、お聞きいただきましたのは、フレデリックでスパークルダンサーでした。はい、こちらボートレースの CM ソングでね注目を浴びた曲なので、はい、皆さんどっかで聞いたことあるかとは、あるかもしれません。はいなんか俺もなんかその CM でねこのスパークルダンサー聞いて、あ、面白いと思って聞くようになりました。うん、はい、では、エンディングに行きたいと思います。はい、エンディング、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングでございます。はい、オープニング曲も変わりましたが、うん、エンディング曲も変わっております。そう、変わってるんです、実は。はい、エンディング曲は、ウルさんで、うん、アンビバレントという曲を使用させて、アンビバレント、はい、いただいております。はい、はい、テレビアニメ薬屋のおしお薬屋の独り言の、はい、オープニングテーマをエンディングに、メーラー上はではエンディングに持ってきて、うん、はい、流しておりますが、そうなの、いいのよ、またこれは、はい、はい、いいんですよね。うん、はい、でさっきもねなんかちょろっと触れたけど、うん、楽曲紹介中だったっけ忘れたけど、うん、あの昨日ね僕ちょうど映画を見に行きまして、はい、機動戦士ガンダムシードの、うん、映画機動戦士ガンダムシードフリーダムを、見てきました。お、これは公開が確か金曜日ぐらいだったやつだよね。もうそうそうそう、26日に行った、ね、うん、だったんだけど、すぐもう見に行って、うん、ライカムの方にバスで行ってきたんだけどね、うん、よかった、よかったですか。2006年にさ映画化発表されてるのよ、実は、うん、映画化しますよって、うん、でそこからもう2024年18年経ってからやっとだよ、うん、もう待った甲斐あったよね、うんうんうん、楽しかった、楽しかった、うん、よかった。なんていうのか、当時のガンダムシードにハマってた青春時代を思い出す感じあった、うん、で映像もねやっぱり当時よりやっぱり綺麗になってて、うん、CG を使った戦闘とか、うん、はい、すごくかっこよかったですし、うん、もうすごい満足しました。ありがとうございました、行かせていただいて。いえいえ、嫁を一人で家に置いていったにしてはとっても良かったそうですねはい、良かったですよ、なんかトゲあるなでね、その後ね、映画が終わった時間帯にね、夏美さんが迎えに来てくれてたんだけどね、お母さんと一緒に、うんうん、健太さんもその時にはね、うん、劇場の外にはもう出てて、うん、一人でちょっと余韻に浸りながら帰りたいとかって言ってね、うん、歩いて帰って、うん、その足で、うん、機動戦士ガンダムシードのパチンコ打ってね、うん、え今なら勝てると思ってこいつはギャンブラーだぜ
映画見てきたんだから。映画見て行ってその後で機動戦士ガンダムのパチンコ打ちに行って、こいつはギャンブラーだって。映画見てきたんだから今日は勝てるだろうって。あで実際ね、1円パチンコを打たせてもらったんですけど、うんうんうん、1500円ぐらい持ってたのかな、うん、それで勝負して、うん、1万円になって戻ってきましたからね。勝てたんかーいっていう愛だよね。シード愛がもうシード愛あふれたね。はいはいはい、もうこれだからギャンブルはやめられねえぜっていうね。お前は、はい、僕と同じギャンブル依存症の方はもうこれは俺よく分かってもらえると思うね。いやいや、俺が訓練されたギャンブル依存症だから勝てただけで。ケンタさんは特別な訓練を受けてます、はい、特別な訓練を受けていますので、はい、同じギャンブル依存症の方は決して真似をしてはいけない。はい、はい、なんか真似をしたいんであれば、うん、なんか俺にちょっとレクチャーを受けに来てくれれば、うん、はい、こういうこと時はこうしなさいって。あ、はい、大したあれはできないと思いますけど。やりますので、はい、でははい、それでは今週のメヘラジオここいらでお開き。今日も元気に拍手、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、はい、皆さん終わりました。あれが終わりましたよ。あー、もうツイキャスいっぱいくれたけど拾えなかったな、最後まで。ありがとうございます。ありがとうございます。後で読むよ、日本撮りだから。うん、うん、寝ろ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 。みんな寝ろって言ってくれてる。寝ろって言ってくれてる。ありがとう。ありがとう、ね、なんか俺これ計算ミスしてるんかな。何が？いや、エンディング遅かっ、始め入るの遅かったなって思って、うん、入るの遅かったからあったのに早く終わりよった。早く終わりよった。だからこれ多分計算がなんか合ってないなと思って。まあでも、ほう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 の時はあれやろ、ほうほうほうの時からメンヘラジオはお開きって言えばいいんやろ。うん、でもそしたら、うん、この通りにやっていったら、しばしお付き合いください。あれだね、どうするどうする。今さあれしてる、あのエンディング曲の最後のほう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 があの間に合わなかった。いやいや、間に合ったんだよ、間に合ったんだけど、思ってた以上に。まあいいや、ちょっとやってみましょう。家帰ってからじゃない、もう一回やってみましょう。うん、やってみましょう。はい。じゃあ一旦切りますね。はいはい、ケントさんも挨拶して、じゃあ次の収録でお会いしましょう。はい、はい、ちょっと待っててください。マジで22分ぐらいだったな、もう、うん、ちょっと計算が合ってない。3分25秒ここで、8秒で、これは過ぎてたな。あ、こっちが短かったんじゃない。楽曲紹介が短い。いや、でもジングルに入るのがもう22分ぐらいになってたんだよ。うん、なってたよな。22分かわかんない。なってたような気がしたんだけどな。こっちで早送りした？してない、触ってない。だから4分22秒だから4分30秒。でも別にこれに合わせなくてもほほほほ21分。まあいっか、うん、4分2秒。あ、エンディング4分2秒だ、22秒じゃない。だから20秒、うん、切り上げていいな。4分2秒だ。4分2秒だから、うん、あるよ。4分2秒だから2だから、うん、4分10でしょ。4分10って考えて21分4
48秒21分48秒、ここも48秒で、そうなの、うん、で、ここも21分56秒っていう感じ。じゃあなっちゃんのどれがあれ？2消して4、その下の2消して4、その下の3消して5、3消して5って感じ。これ、うん、これで OK だと思う。56秒ね。じゃあ最後はね、はい、あ、違う、だからこれだけ、これだけ気にしてたらいい。21分48秒にジングル鳴らさないといけない、うん、ってだけを覚えてたら OK。 分かった、はい、じゃあやるよ。はい、待ってよ。あ、こっち消してなかった。